京都同志社大学、全国から学生たちが集まっています。明治8年アメリカから帰国した新島ジョーによって同志社大学の前身同志社英学校が設立されました。新島ジョーの片腕と言われた山崎為則は同志社初の日本人教師、同時に幹事として学校経営に携わりました。教育制度がまだ整っていなかった明治の初め、為則は青春のすべてを新しい日本の理想的教育に傾けたのです。その為則の意思は同志社大学の礎となって息づいています。山崎為則は安政4年、水沢の河原工事で生まれました。父為吉は長崎や江戸で西洋式鉄砲の技術や洋楽を学び、後に明治政府の裁判官になりました。為則は藩校流星館に通い始めると、難しい学問に興味を示し、漢文を読み書きするようになりました。後藤新平や斎藤誠も同級生、為則を含め3人は水沢の三秀才と呼ばれています。明治元年、東北にも戊辰戦争、政府軍と旧幕府軍の争いが及んできました。為則は鉄砲隊長の父親と一緒に出陣、しかし戦争は負け、水沢の兵隊が17人も戦死。明治2年、版籍奉還によって水沢は伊沢県になり、県庁が水沢城に設置されました。為則は後藤新平、斎藤誠と一緒に役所の給仕に採用されました。そして熊本から来た役人野田博道について働きました。野田は為則の優れた才能に目をくれ、新しい時代の指導者にふさわしいと本格的な勉学の道を進めました。為則は野田に伴って上京、熊本に開校する学校に推薦されました。熊本洋学校は明治4年、アメリカの軍人L.L. ジェーンズを校長に迎え開校。厳しい規律と倫理教育を基本に英語だけで授業を行いました。明治4年9月に入学した為則は英語を素早く覚え、数学や科学など新しい西洋の知識を吸収して、成績は常にトップクラスでした。開校して3年目、ジェーンズは希望者を自宅に集め、キリスト教の聖書の講義を行いました。参加した学生たちは徐々に新しい考え方を受け入れ、共鳴していきました。このキリスト教との出会いが為則の一生を決定づけたといえます。明治8年7月、第1回の卒業生11名中首席で為則は卒業。校長ジェーンズは彼の卒業証書に特に称賛の言葉を書き添えたといいます。為則は熊本洋学校を卒業すると、その9月、東京大学の前身東京開成学校の予科課程に編入しました。明治政府の最高学府として作られた東京開成学校は、日本の近代化のために全国から優れた学生を集め、諸外国から教授を招き、英才教育を行いました。明治10年、東京大学と名称も変わり、為則は理学部2年に進級、化学を専攻。そこでも秀才ぶりを発揮、学校も彼に大きな期待を寄せていました。
しかし彼はこの頃から東大に疑問を感じ始めていました。郷里のみんなも心配しているぞ。考えは変わらんのか。ああ、説得しに来たんなら無駄だ。いくら貴様だって僕の気持ちは変えられない。うん。しかし日本一の学校を辞めてどうする気だ。東大なら好きな学問は何だってできるではないか。それに将来は約束されたようなものだ。それなのにどうしたんだというんだ。確かに東大には時代の先を行くような学問はいくらでもできる。しかし人間の精神に触れる学問がない。いくら頭がよく勉強ができたとしても人間性が低ければ何にもならない。日本は今欧米の列強相手に遅れを取り戻そうと必死なんだ。早く国力を増強しないと潰されてしまうかもしれん。欧米の知識を今こそ必要としてるんじゃないか。貴様の言うこともよくわかる。確かに日本人の心は混乱してるのかもしれん。貴様の言うことにも一理ある。しかしそういう世の中だからこそ人間として正しい生き方を求めなければいけないんだ。神の慈愛に満ちた世界をこの地上に作りたい。キリスト教の教えをもっと勉強したいんだ。しかし大学を辞めなくたってできるんではないか。僕は学問を立身出世の道具にはしたくないんだ。地位や名誉などいらない。神の心を地上に実現することこそ男として一生の仕事だと確信しているんだ。貴様がそこまで決意しているのなら間違いあるまい。感服した。してどうするのだ。京都の同志社に行く。熊本の仲間も入学した。早く行きたい。しっかりやれよ。俺も頑張る。わかった。やるよ。創立当時の同志社は教員数名、学生8人の小さな学校でした。キリスト教の理念をもとに自由と良心、平民主義を教育の中心に掲げました。創立翌年、熊本洋学校から学生30数名が編入。さらに明治10年、東京大学から山崎為則や伊勢時雄が入学すると学校は活気にあふれていきました。入学した為則は学校にある書物をすべて読んでしまうなど、イギリス文学の研究に没頭。父親の送金さえほとんど書物の購入に充ててしまうほどでした。明治12年6月、同志社第1回の卒業式。為則は日本学術の教育と題して演説。キリスト教と科学の関係を説き、教育の大切さを訴えました。この論文はアメリカンボードの機関誌にまで掲載されました。卒業すると同志社に残り、情熱的な青年教師として活躍。さらに幹事としても学校経営に手腕を発揮しました。日本で初めてシェイクスピアの演劇ベニスの商人を上演するなど、為則は英文学研究の第一人者でもありました。さらに関西各地へキリスト教の布教活動に精力的に歩いています。皆さん、僕が7年ぶりに故郷水沢に帰るにあたって送別のミサを行っていただき感激です。学校もようやく軌道に乗ったんで、ちょっと留守をさせていただきます。僕は熊本洋学校に入学するとき、新しい西洋の知識を身につけ立身出世して大臣になることを夢見ていました。しかしジェーンズ先生と出会い、人間の生きる本質について気づかされました。幾多の迷いはありましたが、こうして新島先生とここにいられるのは幸せなことです。
故郷に帰るにあたって大臣参議などという肩書きはないけれども、キリストを身につけて帰れることは男として本当に光栄なことです。留守の間よろしくお願いします。水沢には半月ほど滞在、布教を通じて青年たちに大きな影響を与えました。その後、片桐誠二と斎藤智之が同志社に入学、片桐は水沢教会の伝道師になって地域のために働きました。為則はさらに青森の弘前に赴任していた父を訪ね、久々の再会を果たしました。それから妹春乃を連れて京都に戻り、妹を同志社に入学させます。徳富ろ過は小説黒い目と茶色の目で為則の教師ぶりを取り上げています。難しい入学テストで不合格にするなど、学業には厳しい教師でしたが、アラビアンナイトやシェイクスピアを愉快に聞かせたり、童心に帰り生徒と遊ぶ姿に好感を持ったと述べています。また妹春乃を兄に似て明晰な頭の人だと描いています。明治13年、論文天地大原因論を発表。豊富な知識を自由に使いこなし、神の存在と社会の在り方を説いた力作で、これが為則唯一の出版物となりました。熊本洋学校閉鎖の原因となった熊本バンドの花岡山放教事件が起きて5年、為則は格調高い新校歌を作りました。ジェーンズ校長の教えでキリスト教を信じた30数名が信仰を誓い合い迫害を受けた事件で、日本のキリスト教の一大潮流になっていきました。兄上、精が出ますね。はい、お茶。ありがとう。あんまり根を詰めすぎると体に毒ですよ。何か最近顔色が悪いみたいだし。何、心配には及ばない。最近ね、英語が面白くって兄上の気持ち分かる気がします。そうか、それはよかった。ミルトンの詩などしっかり読んでおきなさい。希望が。兄上大丈夫ですか。しっかりしてください兄上。明治14年春以来、体の不調を感じ、7月有馬温泉で静養。病状は回復せず、ついに府立京都病院に入院、肺結核と診断されました。8月下旬、新島校長の自宅に移り、片桐誠二など親しい人たちの看病で静養。聖書を枕元に置き、苦しい闘病生活が続きました。そして11月、為則しっかりしなさい。神はすぐにお導きくださる。気をしっかり持ちなさい。ドクターゴールド、ありがとう。私は死を心よく迎えようとしている。しかし神の人格性と霊魂の不滅を固く信じる。信じる。 Oh yes, Mr. Tamanori. 神の御心は絶対です。安心しなさい、Tamanori。先生、しっかりしてください。先生にはまだ教えていただくことがたくさんあります。
この私の聖書をあげよう。この中に主線引いてあるが、この部分は確かな真理だ。私が保証する。諸君、これを信じるんだ。永遠に不滅の真理なんだ。わずか25歳の生涯でした。為教を失った新島城は追悼の集まりで、一人の山崎君は死んだが、ここにいる諸君がことごとく山崎君になりさえすれば損はないと語り、為教を失った苦境を乗り切る心境を述べています。為教は地位とか名声などには目もくれず、新しい教育理念と信仰に燃え尽きました。それは良心と真理の追求に捧げた短くても情熱的な生涯だったといえます。